皆さんこんばんは、うずみびうつろです。最近急に寒くなってきましたよね。あんなに仕事しまくりだった太陽が最近仕事サボってきてるんで、今回は太陽にまつわるおもろい話を紹介していきます。早速話していこうと思うんですけど、まず太陽の基本的なステータスって皆さん知ってますかね。太陽は地球から約1億5000万 km 離れた場所にある恒星であり、太陽系の中心として遜色ない性能をしています。その質量は太陽系全体の質量の 99.8% を占めます。はあ、太陽系全体のですよ。これほとんど太陽ですからね。世界太陽は主に水素約 73%、 ヘリウム約 25% で構成されていて、酸素、炭素、窒素、ネオン、鉄などの他の元素はわずか数パーセントで、この水素が太陽の中心部にある核と呼ばれる場所で核融合を起こすことで、あの膨大なエネルギーを生み出していて、それが地球まで光や熱として届いています。あとこれみんな生きてて気づいてない人多いと思うんですけど、地球って太陽の周りを周回してるんですけど、この太陽も実は銀河系内の軌道を一周していて、一周約2億2500万から2億5000万年ほどかかると言われています。誰が気づくねんこれ。ちなみに皆さん、地球が太陽の周りを一周するのはどのくらいかかるか知ってますか？そう、1年。ちなみになんですけど、この地球や太陽が回転しながら回転しているのを引きで引きで俯瞰してみると、渦状の銀河になっていて、これを渦巻き銀河と言います。渦といえば都市伝説的には蛇の存在が外せないですよね。世界は渦巻き状にできているとはよく言ったもので、よく神秘的な象徴として蛇が採用されていたり、各神話で必ずと言っていいほど蛇が登場するのは、古代の人たちも渦巻きというものに何かしら意味を感じていたのでしょうか。古代から渦や蛇に神秘性を感じていて、近代になって宇宙を観察したら渦巻き状になっているなんて、ちょっと面白くなってきましたよね。が、主題から話それすぎたんで元に戻ると、続いて太陽の構造を話していきます。まずは太陽の中心である核、ここでは太陽のエネルギーが生成され、温度は約1万5000万度です。このくらいの温度になると熱感じる前に消滅する自信あるわ。続いて放射層と呼ばれる場所で、核から発生したエネルギーが光子として外側に伝わります。この層での光子は他の粒子と頻繁に衝突しながら少しずつ外に移動します。光子がこの層を通過するには10万年から100万年かかるとされています。続いて対流層、表面に近い部分でエネルギーが対流によって運ばれます。高温のガスが上昇し、冷えると下降するという流れが生じ、これが対流として観測されます。何言ってるかわからなくなってきたけど、安心してください、あと3箇所です。光球、太陽の表面に見える部分で、ここから太陽の光が直接放射されています。黒点もこの光球で観測され、温度は約5500度です。黒点というのは太陽の表面に見られる黒い点で、黒く見える理由は、先ほど紹介した光球は約5500度なのに対し、黒点は約3000度から4000度で、周囲の温度よりも低いため黒く見えると言われています。この黒点は太陽の自転とともに東から西へ移動するみたいです。ちなみになんですけど、この黒点は日食や日没で太陽光が弱まった際に肉眼でも観察できるみたいで、古代中国ではこの肉眼で見える黒点を、太陽にはカラスが住んでいると伝えられていて、このカラスのことを三足羽と呼び、三足の足があるカラスとして信じられていました。聞いたことありますかね、三本足のカラス。この三足羽の伝説が日本にも伝わり、三本の足を持つカラス、ヤタガラスとして認知されるようになりました。ちなみに日本書紀や古事記ではヤタガラスは二本足だったみたいで、平安時代に三足羽の伝説が伝わり、合体してヤタガラスも三本足になったみたいです。この辺の事情からヤタガラスは太陽の化身として扱われてたんですかね。何の話やねん。まあ皆さんも暇があったら太陽見てください。直視したら目が終わります。話を戻して、先ほど紹介した光球、太陽の謎ポイントの一つなんですが、表面に見えると説明したんですけど、実は太陽には表面がないと言われていて、
なんじゃらほいって感じなんですけど、というのも地球は固体からできており、木星や天王星は液体と気体で構成されていて、しかし太陽は固体でも液体でも気体でもない第4の状態として考えられており、これをプラズマ状態と呼び、これが一番太陽の状態の説明として有力みたいです。そのため表面があるようで表面とは言えないと、地球の常識が通用しない感じ、宇宙の楽しい部分の一つだよね。話を戻して、続いての階層は彩層、光球の上層にあたり日食の際に赤いリング状に見えます。ここでプロミネンスと呼ばれる巨大な炎のようなガスの放出も観測できます。最後はここコロナですね。みんな敏感になってるあっちじゃないですよ。太陽の最外層で光球や彩層よりもはるかに高温で、約100万度から200万度と言われています。希薄なガスで構成されており、太陽からの磁力線の影響を強く受け、コロナは太陽風の源であり、コロナから放出される荷電粒子が太陽系全体に影響を与えていると。ちなみにこれが地球の磁場に干渉するとオーロラになるみたいです。オーロラって日本語で極光って呼ぶらしいです。極光を見に今日ここ行こうかっつってね。今回小ネタ多めですね。そういう日があったっていい。また太陽風が強すぎると磁気嵐を起こして地球の電子機器などに影響することもあるみたいです。今の時代にこれ起こったら社会止まりますよね。まあでも会社休めるか。ちなみにここも太陽の謎ポイントの一つなんですが、太陽の表面の光球が約6000度なのに対し、このコロナは約100万度から200万度なんですが、なんでこんなに差があるんだ?というのが太陽最大の謎と言われているみたいで、当初は対流運動によって生じた衝撃波によるものやフレアによるものなどが要因として考えられていたんですが、現在もはっきりはしていません。あと皆さん、宇宙といえば土星好きな人多いと思うんですけど、土星の好きなとこランキング1位はあの土星の輪ですよね。実は太陽にもこの輪が存在している可能性が示唆されていて、一番最初に太陽の輪を発見したのは1966年にアメリカの科学者が赤外線観測によって太陽から約300万キロメートル離れた場所に塵でできたリングが観測され、続いて1993年に京都大学で研究していた際も輪が確認できたと言われているんですが、現在は見えなくなっているとのこと。え、あの輪って消えるもんなの?って感じなんですけど、調べてみたら基本的にあの輪は衛星の破片等が超感力によって作られているみたいで、数千万年くらいで消えるみたいです。いや命長え。あの輪がある方が天体天体してていいですよね。みんなの言いたいことわかるよ。じゃあもしこんだけ地球に恩恵がある太陽が消滅したら一体どうなるのか。太陽が消滅すると地球は数分で光を失い、急速に冷却され始めます。約8分20秒後に太陽からの最後の光が地球に到達し、その後は完全な暗闇に包まれます。太陽からの熱も失われ、地球表面の温度は急激に低下し、数日から数週間以内に氷点下に達します。数ヶ月以内に海洋が凍りつき、大気も凍結する可能性があるとのこと。終わりですね。氷河期どころの騒ぎじゃないです。そしてさらにびっくりなんですが、重力も失われるみたいで、これが何を意味するかというと、太陽の重力が消えた場合、太陽系の全ての惑星は重力を失い、太陽の周りを周回する軌道から離れ、惑星は宇宙空間に飛び出してしまい、恒星のない空間を漂うことになります。光がないまま宇宙空間をさまようってことだし、それにこれもう一つ危険なのが、他の惑星に衝突してしまう可能性もあるみたいで、だから氷河期と暗黒をなんとか対策しても衝突して全て粉々になるみたいです。また植物が光合成をしなくなり、地球上から酸素が失われてしまうことや、草食動物や肉食動物も食料を失い、地上の生態系が崩壊すると言われています。まあつまり太陽先輩、いつもあざっす。昔から太陽が信仰されているのが世界中で行われているのもこれが根幹ですかね。ちなみにこの太陽、寿命が計算されていて、寿命は約100億年と言われていて、現在の年齢はなんと46億年歳と言われています。最終的には内部の水素が尽きてエネルギーを放出できなくなっていくと。
今回の動画いかがでしたか？話がそれまくったけど、太陽の不思議さとか凄さが少しでも感じられたら嬉しいです。感想、コメント等お待ちしているので気軽にお願いします。宇宙の話してる時とか調べてる時が一番現実忘れられていいね。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。